おはようございます、久米プロです。本日ね、湘南茅ヶ崎波上がりました。時刻は今4時50分ぐらいなんですけど、まあ日の出を取りつつサーフィンしていこうかなって思ってるんで、まあ朝早いスタートになります。なんか最近ずっと温床は続いてるんですけど、こう温床吹いて波上がって朝風今止まってみたいな感じが結構毎日続いてるんで、そういう時は朝早くやったらこうね、風吹いてないこととか結構あるんで狙い目だと思います。なんでね、今日朝早くから、とりあえず起きてみて、で、波あるんでサーフィンしていきたいと思います。でね、今日は、健太くんカメラマンでいるんですけど、前にも言ってた結構すごいところに、クメブローズの報告を出させてもらえるという、ね、チャンス をいただいているので、今日はこう日の出のシーンとかをこうドローンだったり水中だったりで撮って、こう結構いい映像を撮れればなっていうふうに思ってます。ということで今日も一日よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず朝一のいいセッションはできましたね。良かったですね。ありがとうございました。いい光で。これは結構楽しみな CM ができそうじゃないですか。ね、かなり公平が森に盛られて。確かに。エモーショナルの。ここからちょっと波結構できそうなんで、はい、ちょっとランドに変えてシュートしていきたいと思います。でこの後ね、湯川雅人、みんな大好き大橋海人も参戦する予定なんで、結構いいライディング撮れたら楽しみだなって感じです。ということで朝のセッションはお疲れ様でした。お疲れ様でした。ここからさらにランドで活躍してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。健太くん2ラウンド目です。はい、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、またやる気ないですね。ありますよ。いや、この間ランドノーズフィッシュレトロだったんですけど、今日はちょっと違うニューボードな気するんですけど、そう、あれ紹介してもらっていいですか。1年ぐらい前かな、あれコーヘトの96、うん、はいの新しいやつ。おサイズは？サイズは、うん、55で 19.4 分の1の幅で、2と4分の1の厚さ、はい、でリッターが 26.5、うん、なるほど。マサのスタンダードサーフボードの長さっていくつ？510で、ラウンドノーズの場合は55、うん、じゃあ5インチ下げて。そう、これも店から持ってきたんだよね。あ、そうなんだ。そう、へえ。これもほら名前書いてないでしょ。あ、ほんとだ。こんな感じでサイズ感になってます。へえ。普通にさ、はい、オーダーしないでも店置きでもさ、うん、調子いいってすごいよね。確かに。まあオーダーはオーダーなりの自分のもう超細かいところまで合わせることはできるけど、うん、でも今すぐ欲しいって人は結構あり。なるほどね。めちゃくちゃ気になってんのがこれ、このフィンセッティングは何？これはですね、はい、これちょっと説明してます。先にサイドがフィリペのラージで、センターだけミディアムにしてるんですよ。僕は、はい、全部ミディアムのフィリペ。これはなんでですか？これはカーブの時とかはなんかやっぱでかいフィンで大きくターンしたいんだ。うん、だけどエアーする時って抜きやすい。なるほどね。でも普通に一般の方もその差はすごい分かると思う。なるほどね。リップとかする時も抜けやすいっていうのがすごい分かると思う。へえ。要はこのサイドをラージにすることによってターンのドライブ性を上げて、でもそセンターまでやると引っ張りすぎるからミディアムにすることによって抜けが良くなるっていう。これ結構マルチセッティングだな。結構これ使えると思う。マルチセッティングだね。うん、あとそれ見たいです。それいいんですか？それちょっと見せてくださいよ。こっちの宣伝じゃなくていいんですか？あ、それはもう大丈夫です。タオルはうちの。それついにこれやばいね。これ
これ洋服じゃないんですよ皆さん。洋服じゃないです。これやばいね。これは、はい、自分のアパレルブランドがコロナでのローンチだったから、はい、まあ、そこからなんかやっぱ変化欲しいなと思って、うん、ウェットスーツ面白いと思って、うん、ウェットスーツも始めて。なるほど。15歳から契約してた、うん、あのオニールで作らせてもらってます、はい、なるほど、はい、なのでクオリティバッチリです。なるそりゃそうだよね、はい、オニールで作ってるんだ。世界のオニールですから。それがまた面白いね、うん、それでこういうファッション性のあるウェットスーツを作りたいっていう風に、はい、プレゼンして、はい、OK いただきました。ちょっともう一回裏見せてもらっていいですか。皆さん こんなウェットスーツ俺見たことないですよ。でもこのプリントがなかなかできなくて、はい、これも本当に、ね、京都のねあの特殊プリント屋さんでね全部工場で、ね、細かくやってもらって、ここのブラックとかもこれデザインのブラックなんだけど生地のブラックと合わせてもらったりとか。わかんないもんね、そう継ぎ目が。すごい細かいねことにこだわってるんで。へえ。こんな風に出ないの本当はウェットスーツにプリント。そりゃそうだよね、見たことないもん。そう。小学生の時はサーフィン好きじゃなかったの。どういうこと？そうなの？好きじゃなくて、はい、でその時ってウェットスーツが好きじゃなかったの。あ、着るのがね。そう、着るのも嫌だったし、はいはいはい、なんか自分のお気に入りのカラーとかじゃないと恥ずかしかったし、はいはい、でやっぱ脱ぎ着のしやすさっていうのに今回本当はフォーカスしてて、だから新しいんだよね。いやこれやばいよこれ。ちょっと普通に縦にあのそれ皆さんこれ両脇にファスナーがついてるんですよ。これこういう風にこれとこれ普通は前だったり後ろだったりなんですけど、これこうなってるんです。こうなってるんですよね。これはもう普通に見ただけでも着やすそうだね。そう脱着が着やすい。へえ。で、はい、あのこうやって着るじゃん、うん、そうしたら後ろこうペロンってやったら、うん、スッて抜けてシャーシャーって抜ける。いやそれ着てほしいわ、どんな感じなのか。では、うん、8月の頭に全部出すんですけど、はい、それでオーダーはできます。あ早めに作れるので。なるほど。オーダー制ですか？オーダー制です。もう完全に規制は一切ありません。なるほど。これはロストの正規代理店のラブサーフで、はい、あの先行をとりあえずやって、はい、オンラインでは一応やろうかなと思ってるけど、はい、自分でサイズを測れる人で サイズのディレクションはするので、こういうコーナーとか測ってくださいとか、はいはいはい、そういうのができる人は、はい、オンラインからもあのオーダーできるようにしようかなと。なるほど。じゃあでもオンラインとあとはまあラブサーフに行ってもらっては買えるってことですね。買える、うん、着ると危ない危ない危ない。あ、こんな変なのも来た。ちょっと一回あっち行って。ちょっと今宣伝してるんだから。神やば。3秒前に起きましたみたいになってんじゃん。起きてないよ、ずっと6時から起きてさ。公平にも電話してるの出ないでさ。海入ってまだからね。騙されたかな。で、まあ、生地も、うん、あのねまたいい生地を選んでるんですよ。へすごい光沢のある生地で。あ、ね、確かに。そう、また全然違うので、濡れるともっと雰囲気出るから、すごいラグジュアリーななんかウェットスーツに見える。確かに、なんかかっこいいね、見た目。そう、こういう感じ。はい。すげえ。ああ、か背中着るとバッチリ出るんだね。そう、だけどこういう派手なのが嫌いな人はロゴだけっていうのもあるので。うん、ああ、なるほど。選べるんだ。そう。で、普通のウェットスーツみたいにいろんなカラーを選べるっていうのはなくて、はい、うちで決めた色みたいな。ああ。ブランディングカラーみたいので、はい、あの2色やってます。黒とバーガンディ。バーガンディ。ちょっとあのワインレッドみたいな。ワインレッドみたいな。そのワインレッドの中でも超いろんなワインレッドがあって、はいはい、そこでもう厳選したワインレッドって感じ。なるほど。脱ぎ方見せてもらっていいですか。まずここのベルクロ外してチャック上げて、はい、でこっちも上げるじゃん、はい、でこっからなんですよ、はい、でこれをパッてやると、はい、こっからスルッて脱げるから、はい、なるほどね。あの疲れないっていう。なるほど。新しいその脱着システムを搭載してる。そうジャケットって感じになるんですね。なるほど。ファッションのトップス、うん、背中すごくない？うん、すごい、かわいい、うん。まあ、こういうなんかグラフィックあんま好きじゃない人もいるから、はい、機能性だけで試してみてほしい人もいるので、ちょっと派手すぎるなって人はロゴだけでもオーダーできるってことですね。これはメイソンメイズのいいところって感じです。わかりました、はい、うちのジャケットはどうですか？ローディッシュは。あ、ローディッシュ？ローディッシュでも結構ファッションじゃないからね。今日も海入ってましたよ。マジで？はい、ジャケット着てる人。でももう1枚しかないですよね。あと1枚しかない。
宣伝じゃ意味ないですね。あと1枚わざと買ってくれるっていうから、あもちろんローディッシュも来ますから。ね、俺には食っちゃだよそれ。お前買えよ。とりあえずさ2人ともさ髪の毛どうにかしたほうがいいや。俺こんな朝からキャポされたらこれだろ。いや、まさとなんか僕ね、いや、いい勝負してるよマジで。はい、ということで波あるんで海行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここ最近にしては全然良くない。Oh,
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか波めっちゃ上がったっすね、途中。なんか途中から良くなかったっすね。ね。うんうん。なんか朝、胸ぐらいしかなかったっすよね。胸たまにぐらいだったけど。頭ぐらいに来てなかったっすから、うん、バコバコ来てたね。で今日結構面白くて、僕はあのトイ JP3 でどっちかというとコナミ用ボード乗ってて、うん、でカイト君も、スパインテックのネックベアード2っていう、うん、まあどっちかというとコナミ用、うん、でマサもラウンドノーズフィッシュ96って言って、うん、まあどっちかというとコナミ用っていうか、まあこう型にとらわれずやるっていうのもサーフィンの楽しみ方の一つなんだけど、うん、でその辺ちょっとマサに聞いていきたいなと思ってて、はい、あれは全然乗れる感じですか？めっちゃ楽しかった。バックサイド5発ぐらいリップしてるやつ、うん、あれは普通にファンボードの動きじゃなかったですからね。じゃなかったね。ね、バチバチにリップしてスプレー飛びまくってます。ね、本来であればやっぱこのさ、うん、アウトラインからさ、うん、こうなるわけじゃん。そうだね。こうなってくるのが普通のショートボールでしょ、はい、ハイパフォーマンス、うんうん、それがさ前にすごい重みがさ、そうだね、厚さと幅とかすごい広がってるじゃん、うん、この板って、うんうん、だから前はちゃんと踏んであげないと進まないんだけど、踏んであげるとグーングーンみたいな、あーなるほど、すごい進んだね。でフィンセッティングを真ん中抜きやすくしてるから素直だった。これバラしていいの？このセッティングはいいんですか？いい、全然いいよ。みんなにシェアしたい。やっぱいいことはみんなにシェアしない。めちゃくちゃいい人ぶったじゃん、いきなり最初なんか。やっぱ公平を見習わないと。全部シェアでしょ。いや俺は絶対誰にも言わない。結構センターフィンを小さくするっていうのはありなんだなって僕も思ったから、ちょっと試してみようかなって思いましたね。こういう楽しみ方もあるよっていうのは。しかも次テストしてみたいなと思ったのはミディアムのスモールにすれば、あの脚力がないよっていう人とか、普段はそう M サイズつけてるよっていう人とかは要は同じセッティングになるから。なるほど。マサも基本的にはラージのフィンを使うことが多い人だから、同じようなセッティングにすることによってコナミのボードとか、うん、もうちょっとこうコントロールしてあげたいなっていう時はすごく効果的なのかなっていう。なるほど。ラウンドノーズフィッシュ96の乗り方としてはやっぱ前をしっかり押さえるのと、うん、あとは蹴りすぎなくて OK、うん、だから変に思いっきりこうテールとか蹴ろうとするとスカーンって抜けちゃうから、普段の2分の1のパワーでいい。やっぱさすがメイヘムだなっていう感じです、うん、ハイパフォーマンスボードより、うん、オールランドでもコナミに寄ってるボードの方が、うん、こうクイックに動かせるから、うん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 、意外にこうイレギュラーなところに合わせやすかったりする、うん、なるほど。なんかもっと パキパキなやつだともっとちょっと素直な波じゃないとドライブ効かせづらかったりとかってあるから、うんうん、そういうのもこう自分の選択肢の一つにするとまたこうサーフィンの、ね、自分の引き出しが増えていくから、はいはいはい、まあ、今日すごいなんかこう面白いセッションだったと思います、うん、まあ、ぜひねこういう時に波頭ぐらいあるけどちょっと乗ってみようと思ってこういろんな板を乗ってもらえればまたより楽しみ方が増えると思いますので、皆さん試してみてください、はい、ということで、これから戻って編集したいと思います、はい、次は始末をお過ごしください。クメブロでした。ハッピーウィーケンド、ありがとう。ありがとう、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと今ねおまけを取ってもらってるんですけど、非常に深刻な問題がクメブロで起きてます。え、何が起きてる？ヒロとはちょっと今回スケジュール合わなくて取れなかったんですけど、はい、あのね、兄ちゃん、はい、あの人ね、海入ってたんですよ。まあ皆さんね、見てもらえば分かるんですけど海入ってました。で、まあ見てもらっての通りオープニングそしてエンディング僕一人でやってます。彼一人で隠れんしてるんです。隠れんします。本当連絡取ってなくて、まあ、僕はカイト君とマサと一緒に海行こうって言ってたんですけど、はい、たまたま本当にいたんすよ。たまたまいて先に入っててオープニングとエンディングクメブローズの仕事をサボって一人で隠れしました。それ深刻ですね。かなり深刻な問題です。これはチームとしてサボってるんで、うん、でもですよヒロト、これ、はい、まあサーフィンの技量が上がれば結果的にクメブローズが良くなるっていうことなんで、前の動画で 4.5 キロ太ったって言ってたじゃん。確かにここからどんどん痩せてってもらって、もうここから、まあ、ちょっと兄ちゃんのサーフィンに期待してちょっと動向を見ていきましょう一緒に、ということでありがとうございました。